上ミツサトキ三月隊は、日本の労働運動家。2015年10月から七代目日本労働組合、総連合会会長を務めた。東京都生まれ。東京学芸大学附属高等学校18期生。1979年、東京大学教養学部アジア科卒業。同年、新日本製鉄株式会社に入社。新日本製鉄広畑製鉄所に、 勤務、1983年から、新日鉄本社の労働組合建在、交換支部書記長、1984年から先住となり、新日鉄本社労働組合執行委員、1988年日本、鉄鋼産業労働組合連合会特別本部、委員、1990年から和潮越屋により、日本労働組合総連合会を通じて、 外務省在体日本国大使館一等書記官として3年間派遣された。1994年、新日鉄労働組合連合会書記事長。1998年、新日鉄労働組合連合会書記長。2002年、新日鉄労働組合連合会会長。2006年、日本機関産業労働組合連合会事務局長。2010年。 日本機関産業労働組合連合会、中央執行委員長、全日本金属産業労働組合協議会、副議長。2010年から連合副会長、2013年から連合事務局長、2015年10月から同会長。2017年10月4日に開かれた連合の定期大会において、第48回衆議院議員総選挙では、特定政党の支援を見送り、 希望の党や立憲民主党から出馬する民進党出身者を個別に支援する意向を示した。2021年10月6日、連合会長退任、山本周五郎の長い坂をザウの書とする。東京大学では公式野球部に所属したが、1年の時にバッティングキャッチャーをしていて、左手の親指を骨折する大けがを負ったのを機に選手を諦めて、マネージャーに転身した。 ありがとうございます。